て、なりすまし野郎はどいつだ。サムライのくせに技使うのか。今は援軍待ちだ。って誰だってめ、忘れてんじゃねえよ。お前ナルトか。さあれ忍びども、貴様らには何の恨みもない。鉄の国を塔に捨てた身、いわゆる浪人。いや違う、それがしはナルトだと。そうだ、立脇のおっちゃん。今回の任務は火の国大名から直々の依頼だ。めんどくさそうだな。そんなこと言わない。お前ってばまた食い物の話かよ。なんだよ、だいたいなんでナルトがいるんだよ。ま、簡単に言えば人さらいだ。この葉隠れの仕業とバレないようにさらってくることが任務。それだと祭り事と関係ねえだ。かの国はこの国と同盟を結んでいるが。ばあちゃん、ランクで言ったらどのくらい。基本は B ランクだ。いや、俺たちはそういうのいいから。と、あいつらには言ったが、この国の周囲には現在きな臭い動きがある。よってバックアップ要員として暗部のお前に背後に控えていてもらいたい。わかりました。なあサソリの旦那、最近任務がせこくなってんじゃねえかな。そこんとこは同感だが、組織の方針には従うしかねえだろう。一つは金儲けで、一つは戦争だ。おいおい、何勝手に決めてんだ。サソリもデイタラも戦争の方がいいってんだ。てめえら、後で覚えとけよ。その小国が何だってんだ。小国ってのは身軽に立ち位置を変えるからな。あれね、この国の城って鹿丸の影真似とか、イノの新天神の術で、まあ、なんとかしろってこったろ。普通なら城によそもんなんか入れないが、御前試合の参加者なら別だ。なんで僕がそんな役を。喜べ長次、簡単に言えば大食い選手権だ。本当鹿丸、お得意の変化の術で若殿と入れ替わって本物が脱出する時間稼ぎをしてもらう。昼ご飯にラーメン食べたいなんて言ったらすぐバレちゃうよ。そんなことくらい分かってるってばよ。ほんと分かってるの。分かってるってばよ。参加者は前へ。優勝者にはそのより過分なる栄誉と褒美が賜られるゆえ。なんでナルトまで出たの。種目にラーメンがあるらしいんだと。まんじゅう対決である。ラーメンじゃないの。あの人たちが。あの大きな人。この国は元侍を警護に雇っている。大丈夫ナルト。大丈夫じゃないかも。戦2回戦はラーメン対決じゃ。心して食せよ。うまい。だけど背脂ひときどけは今。アシューもすごくおいしいよ。肉汁たっぷりで。無理だ、食ったら大変なことになる。でも食えねえ。みんなやるぞ。シュー様は。私はあのラーメンとやらに興味があります。大名様にはお毒味の後に出しますゆえ、どうしても麺が伸びます。シュー様、そろそろお時間です。え、今日は午前試合なのに。関係ありません。残り30秒。3、2、1、0。それまで。ジョージ頑張れよ。任せて。脇が甘い。人の運命などわからぬものです。はあ。立て脇、今日はこれまで。職務に忠実なだけよ、侍だもの。大いに食す。よし、長次優勝しちまえ。ダメだ。ねえ、なんで。なるほどね。寿司百貫じゃ。
城下町の名店ネタネタ寿司の品でよ。よし行くぞナルト。うん、いいの。分かってる。すごい。シュウ様、かわやえまい。へえ、これが若殿ね。早くして。お前は？かの国より依頼を受けた忍びです。何？長次まだ食べてるの？完食！それまでじゃ。おじったら、ちゃんと段取り分かってんの？あ、シュウ様、お寿司よ。どうかしましたか？あ、なんでもない。みんなの食いっぷりに圧倒されて。焼き肉を殺して食せ！人も両手で。いや、あれは左手で皿から肉を網に乗せ。早い。あれじゃ長次優勝しちゃうわよ。ちっ、一口。今根の術成功。なんでそのじゃ。やったやれやれ。優勝した磯野には家一軒を賜る。小さなつづらを使わす。はは、今頃腹減ってきたってばよ。せめて最後に城下町の様子を見ておきたいんだ。お願い。どこだここ。あ、まずい。シュウ様、そろそろ朝食のお時間ですよ。うわ、その格好なら大丈夫ですよ。あなたがこの国をよく知らないのと同じで。シュウ様、今朝はなかなかの食欲ですね。目指しだよ。これはおから。じゃあ最初は甘々。それじゃあ出発。改めて見るとちっぽけな国だな。なんだか拍子抜けだぜ。段取り狂っちゃったね。嬉しそうに言ってんじゃないわよ。あ、あった。ここここ。おばちゃん、まんじゅう大盛りで。うん、はい、おまんじゅう。シュウ様の分。次に続く文章には、書に学ぶ時間の大切さを身をもって表現しておる。書を読みて眠らんと欲すれば、霧を引きて自らその桃を刺し。あのギトギトは癖になる。って。なんでお前ら一緒にいんだよ。アンドリって言いたいだけじゃない。さあ食うぞ。カロリー控えめのメニューあるかな。うん、美味しいでしょ。これ食べたら。なんといってもこのスープ、こってりとした味わいなのに後味すっきり。一人でこっそり城に戻ろうって魂胆ならやめときな。かしてお姫様に会いに行くんじゃない。お姫様って千代姫？あ、剣の修行なんてどうすりゃいいんだってばよ。ケアノー縦脇。ちょっと落ち着けってばよ。急に若殿になりすますって作戦がさ。でも手足の 2,3 本くらいは。じゃあな。物とも出会え、くせ者だ。望むところだ。つかまんねえよ。分身の術、身代わりか。本体はまだどこかに隠れている。探すのだ。くせ者は正門の方に向かってる。ああ、なんでこんなところでうろうろしてんだ。くせ者は正門の方だろ。勝負がまだ。味噌チャーシュー。段取りが変わる。もう恥ずかしがらなくていいから、とりあえず出てらっしゃい。だから若殿なら無事だって。シュウ様を逃がしたのか。え、盾巻き。おっちゃんまで、なんでここに。城からシュウ様を連れ出したとしても、まだそれほど遠くへは行っていないな。かの国はシュウ様の生まれ故郷。かの国も承知ということか。人質を取るような同盟は脆い。シュウ様の心にも影を落とす。そんじゃ若殿は逃がしていいんだな。問題は貴様だ。もし捕まったりしたときは、俺
俺が貴様をためらわず斬る。よいな。プロローグは終わりだ。行くぜ本番。いいだろう。お前の役目はここまでだ。大名本人と取り巻き連中だけ始末すればことは済む。さあ城の上空までやってくれ。その後は高見の見物でいいぞ。この混乱に乗じて貴様は一刻も早く城を出ろ。で、おっちゃんは？俺はナルトを探しに行く。ジョージとイノは若殿を国外へ連れ出せ。わかった。しまった。螺旋丸。お前どうしてここに？千代姫は？お願い千代姫を探して。大名様はカロの方々と城に。わかった、もうよい。でもおっちゃんは？私は大名様をお助けに城に戻る。必ずお迎えに参ります。おっちゃん一人で大丈夫か？心配なのはお前の方だ。ナルト、渦巻きナルトだってばよ。ではナルト、くれぐれも頼んだぞ。うん。邪魔だってするな。俺の傀儡を随分と壊してくれたな。ならば貴様をこのまま返すわけにはいかん。罪を償ってもらう。うわどうだ、そろそろ針についていた毒薬が効いてきただろう。いやタテワキのおっちゃんから頼まれてな。タテワキ？余計な邪魔が入ったが、無事に任務は終えられそうだな。念のため国境の峠を越えるまで見届けてきました。今は他の大名たちと一緒に移動してる。それが知りたかった。今のおっちゃんの姿見たら二人が悲しむんじゃねえか。そうだな。最後は自分の意志で、侍のおっちゃんらしいってばよ。